愛媛 CATV、 愛媛のお得な情報満載、大人ライフマガジンお得。松山市錦町のギャラリーキャメル K で、洋画家の吉岡健二さんとガラス絵作家吉岡恵子さんご夫妻による作品展が開かれています。会場には吉岡健二さんが描くパリの街並みなどの油絵と、吉岡恵子さんの色鮮やかなガラス絵およそ40点が展示されています。ほとんどパリの絵で、20年向こうに住んでましたから、その他ヨーロッパのね、各地も回ったりして、やっぱりこれをずっと今まで続けております。20歳ぐらいでしたかね、やっぱりヨーロッパの絵が描きたいということで、車を買おうかヨーロッパへ行こうかみたいな感じで、やっぱり描きたいとこへね、一度は行ってみたいと呼んで行って、すごいカルチャーショックを受けて、いつかは絶対もうパリに住んで絵を描きたいというのがあって、30代前ですかね、思い切って行くことにしました。1年分のお金しかなかったんですけど、1年はもう生活に慣れるだけでね、あっという間に終わるんですけど、僕はこういう街角を描いたりするのが好きでしたから、喫茶店の真ん前行ってこう描いたりすると、そこの親父さんとかね、マダムが見に来てくれて、どこから来て何しとんやみたいなんでね、お宅のギャフが気に入ったから書かせてもらってますみたいな話でね、コーヒー飲ましてあるからちょっと入れとかね、いうことのきっかけみたいなんで、絵描きの仲間とかね、大きな展覧会があるんで、そういうのも出品しようとかね、いうことで、もう知らず知らずの間にこう長くなってきたみたいなんでね、何年かのうちに日本で展覧会の企画ができたりして、でその時だけこう日本帰ってきて、でまた向こう行ってみたいな、それの繰り返しで1年分のお金しかないのがなんとか20年折れたという不思議なあれですよね。前回も4ヶ月間イタリアとかね、いろんなとこ取材回ってデッサンしたりね、スケッチしたり、写真なんかもありますけど、そういうのでもう膨大にありますから、描いても描いても描ききれないでしょうね。ガラスに、透明のガラスにアクリルで絵を描くんですけど、発表するときには反対に向けますから、鏡に映るのと同じで全部こう反対に描かん、サインも反対にこう、これ描くだけでも3ヶ月かかったりやりましたけどね、色がねすごく綺麗ですよね。描いてる人もほとんどいないから、独特の世界やと思いますけどね。吉岡健二、吉岡恵子二人展は4月11日木曜日までギャラリーキャメル K で開かれています。